おはようございます。3日目の朝です。いや寒かった。テントも霜と水滴がタープにめっちゃかかってる。見えるかな、霜が降りてびしょびしょになってるタープです。おすごい。さっちゃんは朝の準備ができたみたい。じゃあ今日はこれから四国カルストに行って、そのまま降りて四万十川に行ってきます。レッツゴー。四国カルスト今から行って、やっちゃんが走りたいというのでゴープロさんでドドンと撮っときます。いや朝今何時だ、7時か、ちょうど7時出発。ペティ、景色どう？リリシー顔してるね。ピンと立てる。鼻水出たんじゃない？めっちゃ飛んでくる。口からよだれが。すごい。じゃじゃん、この奥にキャンプ場があるんだって。イリノの浜、海のバザール、クジラに会える街、ナイス。ぺちゃん、クジラの見える町にやってまいりましたぜ。いいね、気持ちいいね、ぺちゃん。ペティ、気持ちいい？
うん、おお、うまそう。どうしよう、町の地鶏屋さんに来ました。佐賀の沈下橋到着、渡ります。すごいな、もちろん。おお、すごい綺麗な。マジ落ちそうやな。おいで、気持ちいい？いつものお風呂でやるやつや。気持ちよさそうになります。楽しい？だから言ってるよ。やばい、やばデブギーに戻ってしまった。めっちゃ重い。楽しかったペティ。楽しかったな。よかった、ペティが楽しそうなだけでも連れてきた甲斐あるわ。
ウェットシャツ着プルプルしてな。汚れるかな。もうアスファルト以外歩かされへんわこんな。びしょびしょ。ナイス、超いい顔。やばい。ペティはよっちゃんが来るのを待ってます。早い、走ってきた、なーいかー。背中は濡れてないんだよ、最初からお腹がやばいんだよ。見て、座っただけでこんだけ濡れたからね。まだまだやで。そんな端っこ歩かんと、ペティ怖いがね。めっちゃ絵になる。ペティな、めっちゃ絵になるな。すごい境で映像で映ってわかるかな。これ昨日よりすごいやんな、まず階段がそもそも大きいねんけど、すごいな。こんにちは。こんにちは。はい、ありがとう。を見てます。ちょうどこの目の前にある山々が鬼ヶ連山。遠い。右手の山の方に丸山公園があって、その手前ぐらいのところに闘牛場があるみたいです。
べたかった鯛めし。すごい、じゃあじゃこ天がついてる。今日ははしごします。宇和島の鯛めしを一食二人で半分して食べて、その後に焼肉焼肉食べに行きます。さて、宇和島鯛めしの召し上がり方。卵に入った出汁をよく混ぜます。卵の入った出汁をよく混ぜます。その中に鯛の切り身が入っております。薬味をお好みで入れます。わさび以外全部入れる、はい、から入れていくと。わさび入れちゃってもいいけど、まあ、お好みでその辺はあのご飯によそいます。そいましての、このご飯の上に、はい、薬味と鯛の切り身を乗せます。はい、で最後に出汁をかけます。すごい。以上、鯛めしの作り方です。じゃあ、いただきます。うまそう。うまいよね。うまくないわけがない。鯛めしどう入れるかな。 TKG 風なの、うんうん、そう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 、めっちゃ美味しい。めっちゃまろやか。着きました。海鮮焼肉丸忠さん、食べ盛り、すごいな。